も博識と書いて博為の、こうやって書いております。みやこはどんどんバレていく。科学部に、所属している。なんかホロナインド学園ってその中等部とかね、そういうのがある、なんていうのかな、私立校みたいなイメージなんだけど、コヨはなんか学力がその地元で良くてホロナインド学園に入学してきてみたいな、そういうイメージがあるんだよね。わかる？なんか中等部にはいなかったんだけど、そう、一貫校でなんか別のところから受験して、めっちゃ勉強して受験して入ってきたみたいな、そんな感じの特等生みたいな。そうそうそう、編入生なんて言えばいいの、猛勉強して特待生で入学した。科学部に所属して、部員が足らず困っている。なんでなんでなの、なんでこんなに少ないんですか。誰か小屋と科学部に入ってくれる人はいませんか。小屋の助手、小屋の助手でもいいですつってね。あ、苦労人、そう、苦労人のイメージがあるんだよ。学費のためバイトもしており、学生だが合間にやばい研究をしておりしている。どう、もうコヨってその学園とか漫画とかラノベとかそういうところには絶対にいなきゃいけない研究者ポジなわけよ。なんでかって、例えばなんか話のね時になんかこうトラブルとかをちゃんと持ってきてくれるわけよね、ハプニングとかを。例えばなんか子供になっちゃう薬がなんか教室に置いてあってクラスのみんなが子供になっちまうとかね、いきなりなんかおっぱいでかくなるとか、いきなりなんかもう服がスケスケになるとか、そういうのが必要なの。そう、とても必要な謎の薬作っちゃうキャラなんですね。トラブルメーカー大事なんだよね。トラブルをね、生み出す人がいないといけないわけよな。重要人物です。誰ですかあの女、ダメですか、そうですか、情熱とは不注意、微熱も消してしまいたい、シルブプレプレプレ自伝。